こんにちは、ルゴスです。続きやっていきましょうか。モンスター、おぶり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 、お腹の調子はいかがかなっちゅうことで、前回ですね、なんかよくわかんない火星人をぶっ倒すことに成功したっちゅうわけで、ヨシキ？特に何もネタ出てこない。あれ、ヨシキさんだったっけ？伝説の、なんか、ギタリストだったか、ボーカリスト、はい、X さんですね、X ですね。じゃあ、ポリポにしちゃうよ、転がりましょう。あ、ゴロ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 、おもんゴロ、うん、ねぇ、はい。じゃあ、ヒルシー、しか当たんねえのかい。岩タイプの技をゴロ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 。体当たりの中にぽっちり当たりましょうって、ポリータって捕まえといた方がいいかな。キーノって聞いたいと思う。ないしな。こうなると、どいつを首にするかだよな。なんか、こう、うまい組み合わせがないんだろうな。そう、このタイプのポケモンがね、いないからね。でさ、あ、でも言うてもあれか、このタイプのポケモンいたってかな。いや、でも月のターンはね、このタイプいた方がいいからな。よっしゃ、ゴロゴロミゴロゴロ、疲れるな、バイバイ。俺ら、勝ち。よし、200で。そろそろあれかな？進化するかな？あいつが。ちょっと待って。ちょっと待って。ポケモンでフルダチンをフルボキにして。走り出せ！いきなり捕まりっちーのパチッチー。もうなんか全部を全部ね、こう、戦わせてきたらもうキリがないな、っていうところだから、まあまあまあ、めっちゃニコニコしててくるやん。戦う気まんまやん、ごめんね。逃げられまっしー！縛りたろか、こいつ。よし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 。縛ると思うじゃん？よし、オッケー。なんだよ、ごっついおじさんが出てきたな。なんかこいつに似たようなおじさんなんかいたりするのかな。ということで、コーヒー飲みます。私の相棒は夜中にコーヒー。そしてから健康になってくるな。いくら体を鍛えたところでやっぱりね、あの365日毎日やるですね、食事と睡眠の方が大事だっていうことはね、もう日に日にね、おっさん化傾向をしていくにつれてね、なんとなく感じる次第なんですよね。で、ぶちのめして、ワッキーはアッキニン、じゃあアルキニン、リカグ。こいつが威嚇されてもはや攻撃ができなくなったらもうねえ、なすすぎないよこれで。飛行タイプが格闘にさ弱いっていう理由は何なんですかね。何がそれをさせてるのか。いらっしゃい、今、岩落としを。岩落としでもさ、100% じゃないんだよな。まあ、そうだね。まあ、別にか。すなわち。面が、クレアにします。すなわち、ザーザー、石粒点で来るんだったら、フルダチン。あー、リーゼントでなかったかな。あれでもリーゼントってさ、水鉄砲とか覚えてんのかな。いやー、忘れてしまった。やっちまったな。ということで、ガストン、カツトン、あ、でも3、4体もいいのかな、おめえ。めちゃめちゃ思いますやん。なんか、あれだね、トレーナーで出てくる石粒ってたちは、相も変わらず持ってないよ、ね。あの、あれを、頑丈を。ゲイ、あ、まだレベルアップしねえのか。ビッパーは、あー、やっぱそうだね。あ、覚えてなかった。じゃあもう、とどめを刺しに行くでしょ？ハッピーキャットシュ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 、あちょちょ、うわっ、ビッパーの方が強かった。そして、肉ついじゃん、ゴロ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 。何人たりとも最後の一口はあげないこの、てか。オッケー、おしまいです。じゃーん。じゃーん。やっぱね、なんかこう御三家というか最初に手に入れたポケモンのさ、なんかね、
進化が一番嬉しいよね。進化とか成長ね、新しい技を覚えるとかがさ。ただまあなんかあれだよね、あのパンツからはみ出る横チンみたいな、あのおけけみたいな感じがするよね。ということで林、はっ、いきなり97キロ、マジか、びっくりした、そんなにでっかくなるんですね。わあ、でっかくなっちゃった。まあ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 いいや。お兄さん、僕と一緒に良い子良い子しようや。じゃ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 らちゃ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 もうなんかあの男でも女の子でもさあるさ、なんかお豆ちゃんだったりさ、ヤシの実だ、ヤシの実の方じゃない、ヤシの木だったりとかさ、ダメだなったらダメだな、もうそうそう、あのなんでそれにしか見えてこないの頭が。いいやいけっけ、俺の負けでいいから、グーイグイグイグイ亀納豆グワー。あ、強かったんだね。ちゃんといい匂いって分かってくれた？うん、いい匂いだっていうことは分かったんだけどさ、もうちょっとあのダイレクトに嗅ぎたいなって思うからさ、どうだろう、あの全てを脱ぎ散らかしてさ、オープンでこっちを見てる、歩きに、で、ほい、こっち行って、おい、この辺りどんなポケモンがいるのかな、あなたのその両乳というポケモンを見せてごらん。あー、でもダメだな、女の子にこの子小枝パツラカツラだったのか、お前は。おい、やーやっちまった、アルギニの相性マロシ、チャー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 ピッピピーン、パパーリャー、おめえも威嚇してくんのか、そんな可愛いチュグラな瞳をしておいて私のことを伝行せっか、うわ、素早さでは負けないでやんす、うわ負けてる、やばい、うげー、ルルルルルルル、効果は抜群でしゅ、電光石火再び、あ、電、俺の勝ち、急所に当たった、一発目で急所当てときなさいよ、勘弁してくださいよ、デガワーパチリス、じゃあいらっしゃい、でも岩タイプはあんまりあれなんだよね、攻撃解消岩じゃないの、あれいいんだっけ、あれ作ってわかんない、うん、まあ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 、まあ、そんなことを言いながら大丈夫ですね。ちょっと、あ、やっぱそうだね。やっぱ地面タイプの技じゃないなんで。でも、インプに対してもさ、電気の技ってあんまり効かないと思うというか、もはや通じないと思うけど、あれ絶対的にはないのか、どうなんだろうな、難しいところですよね。じゃあ、いいけということで、くる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 。まだまだ行こうぜ、ベイベー。さよなら。あれはまだ倒せねえから、おめえなかなか強いじゃん、やりましたね。じゃあ、チャッチャーワーワーワーパッパッパ、いらっしゃい、チャッチャッチャッ、オッケー、オッケー、じゃあパパパパパパパ、おめえの方か、進化するのか、よし、パー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 、なんかこいつのさ格好さ、あれなんだよね、ゼルダの伝説ムジラの仮面に出てくるさ、兄貴と弟よって言ってるのと一緒に、なんか似てない、メガネかけたらなんかそれっぽく見えるけど、あー、じゃあ頭突きは残して、いずれも、まあ、マルクビルを使っておくんでな、まあ、こいつはいずれ手放す運命だし、もうこれ進化しないからね、落下的ポジションだったな、ということで、モモン、右下の、あの上と下のモモモと私は止めて、だからそのロリッコ発言やめろっちゅう。で、木の実埋めましょう。じゃあ、多い岩塚の文章、じゃあ、モモンの実と、こっちは、なんだっけ、カゴ、オレンジ。ということで、はい、お水で上路を上げましょう。他にあげる手段などなーい。長くない？めちゃめちゃ長くない？めっちゃあげててましたよ。水がすげえあれだな。すごいリアルな感じで流れてますね。ということで、ぴょーい。
あれ、あぶー、で、ここどっかにあるんじゃん。あ、たたたたた、しゃがみ、ピー、毒消しか。ちょ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 、その奥、白帯、白帯、あ、そっか、白帯か、今回わーってこと。あれ、なんかさ、ラッキーを連れてるお姉ちゃんとイチャイチャできるんじゃなかったっけ。あ、じゃあ、そ、連れてったらだね、古田チーム、普通に進化。あー、やばい、これは非常にまずいでやつ。威嚇、威嚇、威嚇さえやれて、でこと、威嚇さえやれてって、あれしかない。もうじゃあ、砂嵐、うわー、目の前がお先真っ暗でございます。人生と全く同じでグエ。ある日に、あるウーバーしか全然食らってなかった。今ちょっと画面見てなかったけど、 どっちの方が効くかな。翼で撃っちゃいなさい。撃っちゃ、撃っちゃり、微妙だな、変わんねえな、ほとんど。うひょ、しかも襲われるんでしょ、やばいよね。ちょっと待ってね、戦うで、技の説明。あ、やっぱ60か、6、あ、じゃあ、いや、電光石火、こっちの方がいいや。いやー、今で張ったー、丸くなって、しかも俺よりガチガチになっていきやがる。なんだよ、マカでも飲んだのか、俺はもう。違う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 、単にあれだよね、あの血液の流れが良くなっていくだけでございましょう。ってことで翼で撃っちゃう。ファイヤー。さあ、これを皆さん俗に言う、なんていうかご存知ですか、泥試合と言います。やばい、あー痛い、しばかれた、痛い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 。さあ、押しなさい、翼で一気。うぅー、これはもう一回翼で撃っちゃおう。なおかね、2体助けてくらしゃい。だあれか、最後に、ああ、晴れた。そうか、もうボタン立ったか。なに、まだ倒せんこと。そして再び砂嵐。やばいよ、やばいよ、出川になっちゃうよ。今日ますます、あの、あれだね、進化して出川っぽくなったよね。で、そんなこと言ってないで、天下補正。あたたたたた、オッケー。いやー、マジマジの泥試合だな、マジマジの泥試合だな。オッケー、ちゃ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 ん、4敗。ほうへい。戦えることもないよ。ここまで来たんだったら、なんかさ、なんか、もっと。皆さん、じゃあ、これは、あれ、リーゼントって水鉄砲覚えたんだっけ。じゃあ、覚えてないんだよな。じゃあ、出川の水鉄砲でいこうか。出川の水鉄砲でいこうか。お、近づく。こんなところで1、2枚やりました。相当な方向音痴じゃね、下下がってったらもう普通にあれじゃん。だから上行ってさ、森だったらあれだけど、巨人ボール、ちっさ。巨人ボール、モンスターボール。出現、モンスターボール、ダー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 、まさかのイーブー。イーブー。さあ、頑丈ですね。強いですね。ああ、これなんかもう、なんか、イワークの体当たりってさ、なんかそのステータスとか無視してさ、マジでクラッカーの死にそうなくらい強いよね、多分ね。だってこいつ200何キロってあるじゃなかったっけ、体重確か。ねえ。まあ、いやいやいや。オッケー、チャ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 ン。チャ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 ン。オッケー、チャ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 ン。チャ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 。オッケー。さてさて、さてさて。こっち。なあ、早い、出てくるの早すぎる、びっくりした今。そしてブイ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 、お尻をブイブイ回してみましょう。ぐる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 、あ、そういう意味のブイで全部。ごめん、めちゃくちゃなこと。あ、よかった、逃がしてくれた。こいつなんか素早さ速そうだったもんね。ということで、さあさあさあ、あ、じゃあ進めない進めない。いいですね、あの下からこう上のね、あれをこう、しかももうもうさ、立ちながら入れてくださいって言ってるようなもんじゃないですか。あれ、おへそどこ、へそなくない、へそだいぶ下の位置にあるんですね。ちょっとお尻が大きな女の子ですね。こっちを向いてよ、ハニー、千夏ちゃんか。じゃあ分かってきた。で、水でポンピュー。まあそんなこと言ったらね、あの、エリの耳に入ったら相当気持ち悪い30歳って言われるかもしれないよね。まあ年下の言うザレ事だから許してくださいね。つうことで、とりあえず水でポン、なんか千夏に水でポン、なんかやばいな。あか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 、ポケモンだぜ、ポケットモンスターだぜ。
健全な動画をお届けしない。でもなんかアメリカだとそのポケットモンスターポケモンってなんかあのね、あの小さいあれっていうダメ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 、やっておしまい。リーゼント、お前の力でボコボコにして出し上げなさい。いやーマジか、そういうこともあるんだね。勝てるかな、これ。まさかのケタグル、あ、ケタグル。しかもさ、相手の選手が重ければ重いほど攻撃力が上がっていくって噂になったじゃなくて、昔はなんかさ、攻撃力が、じゃあ攻撃力じゃなくて威力50みたいな感じだった気がするんですけど、わー、ポケモンのスポブラなんだ。ポケモンじゃない、モンスターモンスのスポブラか。チャ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 ン、オッケー。チャ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 、あれ、カンプできるじゃね、実は。チャンポンピッポペン、できそう。できた、ほら。イエス、ありがとう。で、古い釣りざくください。いや、一人じゃ無理です。だから、あの、綺麗な綺麗な女の子と一緒に行きます。おい女、俺と勝負しよっか。遊んでくれるんですか、ありがとう。じゃあ、虫取りボーイでいきましょう。ちゃ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 、さや。さやさやですね。OK。ポッチャマ、ポッチャマかした。ああ、水タイプとバス水タイプという、あの、泥試合ですね。ということで、じゃあ、私は、ここから、ロカあります。ロロ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 これあれかな、威力が上がっていくのか、それとも攻撃力下げられたのどっちの方がきつい。どうだ、フォロガル威力の方が強い。やーい、何すんねん、なんでやねんって突っ込まれた感じ。ポッチャマに、ポッチャマごときに、あーこれやったんじゃねえぞ。よし、これがこれが強いな。どういう、どういう威力流れがするんだ。30 60 50 80 50 80 60。ガムシャラは確か相手の HP が自分の HP と同じくらいになるようにダメージを与える。いやいやいや、まあ一発逆転ってところかな。そうしよっか。 OK、 とりあえず白帯の森にまだ行っとかないとあかんかな。504円、ちょっとずつお金を稼いでまいります。で、ちゃんちゃかちゃぱピッピッパン、あちょブラ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 、下降りたらなんかめんどくさくなる。こっち、ああ普通に道だったわ、ここ。ちゃ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 、行けましぇー、お帰りもーす。で、毒タイプが多いんですね。進むべきか戻るべきか、それともお姉さんとイチャイチャするべきか、まからさまに待ってるんだよね。もみもんちゃっていいですか、もみさんですか。まあ、金華団とかいう怪しいやつ、モミと一緒に行動することになりました。ってことで、モミさんも、ミモミしますよ。そんなのは、そんな変態的なとこはどうでもよく、どうしよっかな。まあ、アルギニルのレベルを上げておきましょうか。どうせアルギニルが大活躍するところだしね。じゃあ、ちょっと、いいですね。毒消し。まあ、いい。戦えなくなった。じゃあ、戻ってあげろよ、早く。かわいそうだろ。あ、リーフィアもいいよね。でも、グレイシアの方がいいのかな、スラッチョークの。あれ、グレイシアってどこで進化させたらいいかって。そう、忘れちゃった。ということで、ちょーん、ちょーん。ちょっとした散歩でこんな霧がかった森に来るんじゃねーよ。何しとんねー。しかも、一致したんって。何、おめえらお姉ちゃんと弟ってか。いいね。ピンチもなくていいね。こいつね、攻撃力ないんですよ、マジで。何もしないぞ、攻撃を。確か、卵爆弾とか投げるわけでもないもんね。青春は爆発じゃーって言ってるわけでもないから。直径の15か。HP 高っ！びっくりした！クルスター !HP 高いやん、せっかくするわ。これだったらあれかな、あえてその、フルタッチにして、葉っぱカッターで2体ともに攻撃をずしずしとしやっていくのがいいのかな。そっち来るよねー、ロッテのトップ。しかも当てねえのかよ。おお、いきなりボスだった。アーゲハンス。なんかケツとかもゲットしといた方がいいのかな。よし、アッシュ準備オーライ。ケア。あ、でもなんか地味にレベル上げてるし。
ポテイン。出川もレッド。あー、しかもリーゼントもいいね。そうだよね。カラサリス、どうしよう。まあ、もうカラサリスレベルだったらもういいかな。ということで、ビリビリさせられたんで、大きめに復讐の時間です。ビリです、しびれてます、ビリビリです。なんとかしてくれ、卵を産み、卵を産め、卵を産むんだ。キスなんかいらねえ。混乱でふよ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 している間にこいつは正気を取り戻す可能性がある。さあ私のことを回復させたまえ、頼む。硬くなってんじゃねえよ、ビンビンに立ってんじゃねえか。おめえのことあとで翼で打ち倒してやる。やろうね。そうだ。で、電光石火でパッチです。へい、さあ、ちゃちゃちゃ、半分も減らねえのか。自分のことは自分で攻撃。チューブラな瞳で私のことをパッチリする。何を下げやがった、何を下げた。こう、お、こ、しかも俺かよ。あれね、攻撃できんのかよ、お前。なら初めからちょっとあれだね、助けてほしかった。硬くなる。もうギンギンにしかならない、これ。ただのギンギン野郎だ。攻撃がどんどん当たってきますね。まあまあそんな関係ですよ。ボコボコにしちゃったらよ。電光石火発射準備を、倒せない。自分これでさ、あー、なんでだよー。なんかやられたからお返しってか。そう。硬くなれー、ピーン。なんか虚しい努力ってこういうこと言うんだよな。まあそんなのはいいんだけどさ、とりあえず電光石火でもそろそろなんか痺れそうな気がしなかったんだよな。さよならさらば、同じ日に。タタタタン、結構か、経験してくれるな。あ、スパックスパックスパーン。あ、あ、いや、噛みつくあれか。ドゥ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 2012スパーン。じゃあ間違えた、2010スパーン。あれ2012スパーンかな。そうだな、2012の街にいるリン。なんかだっけ、あれ逆転裁判かなんかの映画なんだっけ。なんかクソ下手くそな演技を、誰だっけ、元村さんとして実名を挙げて言うのはダメって。え、あのさ、なんかさ、大野武将のさ、俳優さん女優さんの中にさ、めちゃくちゃなんかこう気取ってる人いるけどさ、何回ドラマとか映画を見てもさ、もうなんか冷めた演技というか、冷めたピザというかさ、なんか、なんであなたがこうめちゃくちゃ実力俳優って呼ばれてるのって。まあ僕もね、そう言うても、演技の素人だからさ、そんな偉そうなこととか言えないんだけど、とはいえよ、素人の目から見てさ、この人演技下手くそだなって思われるような演技してたらダメじゃねって思うんだけど、皆さんどう思います？ん？ねえ、よりこ、うわー、こいつらマジの最高だわ。キールチャイムポイズ、そう、あれつかさ、フェアリーってあるじゃん。今だけさ、フェアリーが何タイプと相性が良く、何タイプが相性悪いかっていうのあんまりよく分かってないんですね。そこの辺のなんか誰かツッコミを入れていただけたらいいんだけど、とりあえず翼で打っちゃいましょう。女の子からいじめていくスタイル。あ、ちょっと、あれ、あ、珍しい、オスなんだ。なんかトレーナーさんたちのさ、なんかそのタイプさ、そのトレーナーさんの性別で結構決まってる印象があったんだけど、へい、らっしゃい、打ち落としましょう。何、石や玉、相手を撃ち落とされ地面に落ちる。だからこれ、こっちの方がいいじゃん。岩落としよ、こっちの方がいいじゃん。ね、岩落としで別にだって切るわけでもなくね、ただ岩を落とす。しかも命中率が10低い。ナティーボー、あれこれ草タイプだ。いや、なんか下げられてる。何、国防が下がった。ただこう、ほんでおめえ何の役にも立てねえな。まあ、防御力が低いので助かるんだけどさ、ユンゲラーじゃないや、ユンゲラーって結構使えるんだよね。やっぱ特殊攻撃がめちゃくちゃ高いからさ、水で、あ、やった、って水で覚えてくれる。じゃあ泣き声はいらないです。防御力これでスタートラインになったら、お前パパパパン。で、あ、結局お前の名前は分からないままでした。B の65で、こっち進んでいくか。マジでさ、何カップとかだけじゃなくてさ、その数字まで言うっていうところがさ、気持ち悪いよね。気持ち悪いんだよね。虫の知らせ。
りあえずムムって言ってみたけど、なんか言葉が思い浮かばなくて言ってみたみたいな。チンボール道よ、みっちみちやで、ケムッソと、あーなんかよくわかんないな、もみ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 します。ということで、3体いるけど、こちらそいつ力違きたいんだけど、これ大丈夫か。なんかね、毎回毎回その、こう、PP も HP もマックスにしてくれればすごい助かるからね。さーて、そんなあなたを無視してこっちです。じゃあ2人で攻撃してもらえると思ったでしょ。攻撃を削っていくのが私タイプなんですけど、そこ鉄壁なんだ。どこ、おわー、どこでいるか、なかなかお強いのが出てきましたな。さっきアゲハンって言ったから、おめえさっきのやつと双子だな、実は。マジで同じ格好してんだよな。あ、でもなんか右のやつの方が多分眉毛がへの字になってるからちょっと自信がないのかもしれない。あれ、そんなの関係ある。チャチャチャン、出川チャームボイス、ポーン、チャチャチャ、体当たり、よし。あ、でもあれだね、攻撃力も全体で、攻撃力と防御力が壊滅的に低いんだっけなって言って、とりあえずじゃあミノムッチ、ミノムッチを、はい、翼でバッチャッバシさよならで、多分ね、予想ミノムッチもう一匹出てきます。尻尾かかわいい、尻尾あったんだよ。答えで、最後何いやー、ちょっとコルトックだった。あ、しかも、あ、コルトックの方か。持ってね、来るんだ。どうしようか。では、あなたから行きましょう。なぜなら、お前の方が経験値が美味しそうだからですね。味付け、唐揚げでございますか。お、唐揚げは味付けじゃなくて、それそのものや。レベル20。チャームボイス。眉、硬くなります。眉の眉が、眉眉になります。で、翼でもうめんどくせえで行ったぞ。つば打ち、つば黒、ベッチベッチ、パパ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 パシュッシュベパチェー、こっちの方に、あーやー、モンスター、モンスターボールに入っていた傷薬、野生の傷薬を手に入れたってか。で、わーおー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 、そりゃそうだよ、出てくるよな。あー、うん、これさ、どっちも手に入れられる。あ、でもそうだね、手に入れようと思ったら、ちょっときついかな。ガムシャットでさ、体力満タンの時にさ、やったら HP 合わせるんだったら、マックスのまんまになる。まあでも、普通に考えたらそうだね。ってことで、じゃあまずは普通にミンギルを。あー、でもちょっと待って、これ、ぶち壊すんじゃないか。ですよね、もう DEATH ですよね。ありがとう、ちょっと削ってくれることによって私が助かります。ありがとう、ありがとう。いやー、と言いながら投げます。でもね、ケムストの場合どっちに進化するかっていうのが分かんないからね。なんかちょっと2回目と3回目の間、ちょっと微妙な間が空いて、ちょっと私はドキッとしておりました今。パパ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 、ケムスト、ケムストは、うわー、何も思い浮かんでなかったな。初代ウボムシポケモンたちを合体させてみました。それじゃあ手持ち加えないです。一旦預け。はい、バイバイ。これレベル1つ上がってったら、あれ、カラサリスとかメールダンスだかなんかになっていくのかな。バッバッバッ。ああ、いいですね、いいですね。やばいやばい。開いてた、開いてた。威嚇します、威嚇します。威嚇がちょっとめんどくせえな。次にまず、あー、1匹になる。あ、そういうこと。じゃあ2体一気に捕まえるっていうのはできないんだ。お勉強になるね。
お勉強になったよ。ということで、眠らせてもらってもいいですかね、チャームボイスで。それは禁止状態になっちゃう。悩んじゃうよね。俺はこのまま威嚇を続けていいんだろうか。クビになります。これ必ずクビになる。そういう技、あの、ね、技が追い切れてないんだ。いやー、え、絶対減らんよ。あ、毒にフェアリー筋肉とかそういうオチなの。まあいやいや、とりあえずなんか捕まえられるとそれでいいかな。 OK。よっしゃー、いいですね、いいですね。チャ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 ンチャチャチャン、ドンパチもレベルが上がっていくぜ。だかなー、あんまりステータスがねー、グリッと上がってくるわけじゃないからな。ニックネームつけますか。はい、さあ、大丈夫か。あ、いけたいけたいけた。とりあえずボックス行きましょう。懐いてレベルアップさせるほどの余裕がないかもしれない。こっちはアジア持ってきちゃった。ちょっとうまく、そう。あれ、まあまあな時間経ってない今。30分を超えたところでね、まあ、ここを抜け出すところまで頑張っていこうかなと思いますんで、まあ、お付き合いください。じゃあ、パッパッ。わぁ、相変わらずのサイキック。リョークとマキー。わぁ、またなんか知らないポケモンたちが戦ってるからね。アスカのチャオレムだっけ。まあ威嚇しまえば俺の勝ちなんだけど、俺の勝ち。つまりこういうこと。ババーパッパバーパッパッパバーパッパバーアッサナー。あれ、こっちってなんか出る人がバックに。クリンクか。ひるんで攻撃ができなくなって座れなんだ、クリンク。フェイスってしかもさ、実際に技を繰り出すようなやつじゃないと思うんだよね、現実世界。あれ、フェイスあんまり見なかった。フェイフェイフェイ、ポポポポンポンポン。どっかの金光よりなんだっけ、地下。ショッケイン。で、じゃあ、まあ、飛ばせるっていうのと、どうせ回復してくれるし。ちゃらっしゃい、へいらっしゃい、いいですね、サイキッカーのマキアとリョウコちゃん。あらかのソロ、やめとこう。もう、なんかもう本当に、ただの発情期の男の子の言葉しか出てこないからね。こんなんか太陽って言ってるけど、なんかここにアイテム落ちたりとか、そういうのはなかった。下降りて、でもうなんもなくすから上行きましょう。それで、キッダー足変。この何とかかんとか走れ何とか銀河マン。あれあれ、あ、出口です。でありがとうブルモス。あれ、銀河団いねえのかよ。銀河団とかがいてみたいなこと言ってたら、あれ、まあまあ、いやいやいや、まあ無事にたどり着けたということで、じゃあここら辺のトレーナーとゴリッゴリに戦っていきたいところではあるんですが、ちょっと時間が時間なので一旦飛ばしましょうか。ここら辺の奴らとは後ほどまた戦うようにしていきましょう。多分このまま白帯シティだね。オッケー。ん？自転車、ちょー、やおー、なんだ？なんだ、なんだ、なんだ、なんだ？ねなか、わ、わ、えい、ブルーホースです。白なポケモンシールは、こんなところで固めの中二病の四天王チャンピオンが現れましたね。なんかすごい力が偏って、あ、なんだ初対面の人に急に技ましてをくれるという優しい女の子だった。しかも嫌い切りだった。ありがとう。大志です。じゃあ、ポケモントレーナー頑張ります。あっち、4万歳だわ。はい、ということで、時間が時間ですので、一旦ですね、こちらの方で終了とさせていただきたいというふうに思います。またね、次回パート、多分、そろそろ白帯シティでですね、2つ目のバッジを手に入れたいと思いますんで、よろしくです。ではまたお会いしましょう。バイバイ。